はい。ですね、今回はですね、キムチの、韓国産キムチと、中国産キムチを食べ比べてみようというね、企画です。ちなみにこっちが韓国産、こっちが、中国産です。原材料名のところにね、原産国名か、のところに書いてあります。はい。で、まあ、買ってきたわけなんですが、こちら韓国産のやつが韓国内で売り上げナンバーワンと書いてあります。ね。で、なんでね、韓国内で売り上げナンバーワンのやつを、日本に持ってきたのかというのはさっぱりわかりませんけど、普通にね、味覚として、ちょっと合うかっていうのは、キムチは好きなんですけど、ね。たまにものすごくまずいキムチがあるんで、それをね、目星をつけるために、と言いますか。ちょっとね、実験でね、食べてみたいと思います。はい。どれがまずいのか。多分日本産のね、キムチは、ね、今まで結構食ってきたんで、美味しいと思うんですけど。それではまず韓国産から、いただきます。韓国産キムチ、いただきます。ん？あれ？なんかあれや、酸っぱくないけど、酸っぱくない。あんまり。うん。酸っぱくはないですね。ちょっと。酸っぱいっていうよりしょっぱい。うん。続いて中国産。なんか、唾とか入ってそうで嫌やねんけど、中国と韓国が。いただきます。ん？あ、まず。うわ、まず。うわ、まず、これ。なんか、風味っていうか、香り？風味？が、変な香り、味？変な香りが口の中に広がる。まず、これ。で、同じくしょっぱい感じ。酸っぱくはない。結構ちゃうな。韓国産は割と普通に食えるけど。ただそれでもやっぱなんか、何かおかしい。若干変な風味はする。うん。何やろこの変な風味。これまず、どうでもいいけど、ティオペペまず。うわ、こっち異常だよこれ。香りおかしいこれ絶対。
うわーって感じの味する。なんやこれ。うわ、これもう食いたくないわ。二度と食いたくないわ、これ。何がうまっ。甘キムチ。わけわからん。クソまずいわ。吐き気を催すレベル。これはあかん。確実にあかん。これは二度と食わん。中国のキムチは二度と食わんぞ。こっちはね、普通にね、なんかしょっぱいキムチみたいな。うん。しょっぱい。うん。韓国直輸入。熟成発酵キムチ。って書いてあるね。韓国直輸入。まあ、あのね、今日スーパーに行ったら、まあ大体ね、日本の国産のやつはね、大体ここら辺にね、デカデカと、白菜を国産とかって書いてあるんだ。白菜国産とかって書いてある。まあキムチって基本白菜ですか？ほぼすべて白菜ですから、ね、中身ね。だから、まあ、そういうこっちゃ。だから、白菜が国産ってこっちゃ、ね。でも、こいつらは、白菜が、もう自体がもう、韓国産と中国産ってこと。うん。OK、わかった。うん、でも、俺が昔食ったキムチとは味が全然ちゃうな。もっと、うん。全然しょっぱくもなかったよ。俺が前食った、昔食ったキムチ、まずーって言いながら食った。でもこっちよかまずくない。中国産よかまずくない。おそらく、韓国産やな。昔食ったやつは。うん、わかった。まあ、どちらもまずい。ただ、中国産は絶対に買わない方がいい。うん。っていうことが分かった。確実にまずい。まずいどころかなんかおかしい味が。もうまずいって。もう、すごいな。こんだけ変な風味を使う、何で使ってんの？何で、あれしてんのか、出してんのか、その香りが。さっぱりわからない。うん。ということで、おとなしくね、日本産のキムチを買った方が無難です。ということがわかりました。それではご視聴ありがとうございました。